like I'm soldiers. Support for my team so we can't fall. See, legends never die, that's a fact. When I'm back against the wall, you know we gotta react. So we ready to go to war, about to even the score. Till you believe in it more, then we launch our final attack. Let's go.皆様こんばんは。本日は LJL2020 ストリングスプリットファイナルの模様をお送りしております。さあ、先ほどのゲーム1ではデトネーションフォーカス3の勝利となりましたが、まずはゲームのブレイクダウンから見て先ほど試合振り返っていきたいと思います。さあ、まずは先ほどのゲームのブレイクダウンです。序盤の一進一退から一気にというような試合の内容になっていましたが、愛さん、こちらはどう見てますか？いやー、まずデトネーションフォーカス3がレートゲーム構成をやった中で、レートゲームどうなんだろうなというちょっと疑問というか不安というのがあったというのが正直な気持ちなんですけど、しっかりとゲーム畳めましたね。何にせよスティール選手を褒めないといけないでしょうね、この試合は。そのドラゴンの奪い合いというのが、まあ、今のメタなら当然とは言えますけれども、かなりこの試合の中心になってたのかなと。そうですね、間違いないと思いますね。特にアルティメット、キントレットのアルティメットが本当に戦国ゲーミングからすると厄介でしたでしょうね。まあ、初めはブランク選手がスティールをしてというところからドラゴン始まりましたが、その後2つ戦国が取れたはずのドラゴンをスティール選手が奪い去りましたからね。そうですね、あそこはかなり戦国からするとプランが崩れたシーンだったんじゃないかなと思いますね。なるほど、ありがとうございます。さあ、それでは今度そのゲーム内の映像の中を見ながらちょっと話をしていきたいと思うので、先ほどのですね、戦国がドラゴンに触ったシーン、こちらレボルさん気になった点があったと。そうですね、まあ、ここのところちょっと左が映ってないですけど、アポメン選手のテレポーターが上がってない中でドラゴン触って、そして、まあ、キンドレッドフックしてそのままバスを落とそうとしたんですけど、キンドレッドのアルティメントで、まあ、返されて、なおかつスティールもされてしまうというところで、戦後からすると本当に大きくゲームプランが崩れたシーンだったと思いますね。ここをやっぱりちょっと、まあ、テレポーター上がるまで我慢するなりっていったところが必要だったかなとはちょっと思いましたね。そして愛さんもここがやはり結構その試合のターニングポイントの大きな部分だったと思いますか？いや、思いますね。ここで失敗してなければもう立て続けにドラゴン3つ取って、自分たちの有利なタイミングでドラゴンを取れるっていうプレッシャーを作れてたと思うので、ここは本当にターニングポイントでしたね。リールベルトさんはいかがでしたか？そうですね、これさえ取っていれば3ドラゴン、次の4ドラゴン目でかなり有利な、特に立ち位置の部分で有利を取った上でのゲーム展開というのは元々のプランニングでもあったと思いますから、まあ、本当にスティール選手がうまくやったなというシーンでした。なるほど、ありがとうございます。さあ、それでは少しこの後20分後ぐらい、33分ぐらいの集団戦のシーン見ていきたいと思います。こちらリールベルツさん、お願いします。まずこの試合通してエンティ選手のフックが本当に素晴らしいんですが、ただこのシーンに関して言えば、ゲン選手とイタポン選手のリアクション速度が異常に速かったですよね。すぐにピレアン選手を狙ってフォーカスの切り替えを行ったことによって相手の陣形も一気に崩されていましたし、まあ何よりもダメージがやっぱりやばかったですよね。まあね、やばいチャンピオンに挙げられてたうちのアフェリオスですから、まあ、ここでも大活躍ということにはなっていましたが、ただ結構そのアフェリオスのクアドラキルというところですけど、やはりこのユーミっていう存在がかなり影響を及ぼしていったのかなとも思いますが、レボルさんどうですか？そうですね、今回ユーミがエアリーではなく彗星というところで、中盤以降アイテム完成してからの睨み合いっていうところに重きを置いていた中で、まあ、レイトゲームになれば順調に進めばあれだけのパフォーマンスが出せるというところが分かっていた中で、それでもなお序盤あまりこう不利を被ることなくゲーム進められていたというのが本当に大きなポイントだったと思いますね。ですから、まあ、アフィオスが目立ったシーンではありますけど、基本的にはやはりユーミの存在というのがアレートゲームとても大きかったので、そこを戦後ユーミがどう評価するのかというのはゲーム2におけるドラフトで、ちょっと注目するポイントになるかなと思いますね。なるほど、ありがとうございます。それではまずは先ほどのゲーム1のドラフトからもう一度振り返ってみていきたいと思います。さあ、こちらが先ほどのゲームのピックの順序ということになっていますが、まあ、ユーミンはまあファーストフェーズの3つ目でデトネーションフォーカス3を抑えたというところまで分かりますが、こちら愛さん、どういったところが気になるでしょうか？まあ、やっぱりファーストピックトランドルを取り上げたなというのが正直な感想、そしてまあ狙い通りだったんだろうな。ただキンドレット、スティール選手もともと得意としているプレイヤーなので、これをちょっと予測できてなかった
ったんじゃないかなというところが正直な感想としてありますね。おー、なるほど。はい、レボルさんはいかがでしょうか。まあそうですね、まあ、夕日が見えている中でポーク相手が全体的に柔らかくなるだろうと予測してジェイスを抑えたんですけど、やはりジェイスのポークよりも夕日の回復量が上回ってしまったということ、あの重傷の相手も勝っても全く効果がないというのはちょっとやはり夕日がとても厄介だったことと、あと意外だったのがセカンドピックフェーズの一番最初フォーカスミーが抑えるところで、従来であればセロス選手のピックを抑えていたところをエイトロックスを抑えたというのは結構画期的なピックだったかなと思いますね、うん、フォーカスミーにとってここのドラフトの流れは本当に良かったと思いますね。 ありがとうございます。リルベツさんはどうでしょうか。全体のやりたいこととしては特には問題なかったのかなと思う反面、まあ、やはり集団戦のところでのパワーでは DFM 側が有利な構成を作っていたなという印象で、やはり中盤以降の終盤勝負になるといったところでここのバランス調整というのを SG 側がどう変えてくるのかが楽しみですね。なるほど、ゲーム2の注目ポイント、まだリルさんはそこのバランスをどのように変えてくるのかというドラフトの流れ、アイさんはどういったところゲーム2気になるでしょうか。そうですね、ゲーム1であのジェイスを取ったじゃないですか、ジェイスというチャンピオンポークビルドにしてたと思うんですね、脅威ビルドにして、そういうビルドにした場合って、まあ、ワンボイワンで、まあ、勝つ必要は別にないんですけど、押し切って先にグループアップしてあのオブジェクト前でポークをして体力の有利取ってオブジェクトを取るっていうのがジェイスの役割、だったんですけど、それがうまくできてなかったと思うんですね、ゲームは。なのでこのトップレーンのジェイスのピックがパメン選手がどういったピックを今度選択するのかっていうのはかなりゲーム2で重要になってくるんじゃないかなと思います。なるほど、ありがとうございます。実際のプレイングの中でもそしてドラフトの中でも気になる点かなり両チーム見えてきましたので、そこがどうなるのかゲーム2も楽しみにしていきたいと思います。それではファイナルのゲーム2デトネーションフォーカスインバース戦後ゲーミングの試合まもなくです。皆様こんにちは、 LGL2020 スプリングスプリットファイナルゲーム2の試合の模様をお送りいたします。改めまして実況のイエガです。解説はリクルートさんです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。さて1ゲーム目、まあ、取ったのはデトネーションフォーカスミーということになりましたが、まあ、いかがでしょう、ちょっと改めて振り返って、まあ、ヘレボットデュオの2人の集団戦のパフォーマンスですよね、うん、ちょっとそのインターバル前はやはりアフェリオスが重要なんじゃないかというところ、はい、まあ、インパクトが非常に強かったので申し訳ないんですけど、まあ、インターバル中ちょっと考えていて、やはりその現選手が取ったユーミ、これが結構鍵になっていたんじゃないかなというところで、まあ、理由としては、はい、やはりそのウィークポイントとして、フォーカスミーのやはりオブジェクト前での睨み合いで、まあ、うまくいかないシーンというのがラウンド3、そしてラウンド2、そして今回のファイナルでも、多少見受けられたかなというところだったんですけど、ユーミのヒールがやはりその睨み合いの部分でかなり強力で、本来であればリコールをさせられていた部分でもしっかりと体力を回復して継続することが可能になっていたというところが非常に大きかったので、ユーミ結構警戒してくるんじゃないかなというところですね。さあそんな中ドラフト始まったので見ていきましょう。ブルーサイド戦国ゲーミング、レッドサイドはデトネーションフォーカスミー、サイド選択権はデトネーションフォーカスミーが所有しており、レッドサイドを選択しました。さあそしてリクルスさんの言われていたユーミ、やはり戦国ゲーミング相当厄介だと感じているようですね。セカンドバンで選択してきました、まあ、自分たちのストロングポイントであるオブジェクトファイトという点で、うん、やはりユーミがいるといないでは大きく、影響力変わってきますからね、そこは警戒しての場合になってますね。さあその中デトネーションフォーカスミーはバルスグレイブス、さあ戦国ゲーミングサードバンはエリスと、なっています。ここジグスやレネクトンではなくエリスですか、はい、変えてきましたね。戦国ゲーミングセカンドバンに続いて、なんとどうでしょう、ちょっとアパメン選手としてはもうレンのフリー、有利フリーというところを考えずにもうオンであったりというところで耐え切るという判断に切り替えてきますかね。完全にレイトゲームにシフトするということですか。という可能性は高いと思いますね。さてデトネーションフォーカスミーサードバンはルブラン、ここからファーストピック、先ほど戦国ゲーミングは1試合目でトランドルをファーストピックに選んできましたが、ここどうしますかね。継続してトランドルも、まあ、悪くない判断かなというふうには思うんですが、ただキンドレット今回もオープンです。ただ行きましたね、まあ、序盤のところさらには集団戦のところに至るまでトランドルが、まあ、カウンターとして、キンドレットに対して不利を背負っていたかと言われれば別にそこまで大きな不利を背負っていたわけではないかなというふうに見受けられたので、まあ、継続の判断は妥当だと思いますね。なるほど、戦後ゲーミングとしてはそのジャングラー同士の中での相性差というところではない、それ以外のところで不利を背負ってしまったんじゃないかということですね、うん、やはり特にユーミが、うん、絶対的にチーム全体大きく作用していたのでそこだと思いますね。
全国県民がセカンド版でこのゲームユーミを選択しています。デトネーションフォーカスミファーストピック、まずはアフェリオスからいきました。まあ、ユタボン選手のキャリー能力、はい、含めて非常にパフォーマンス高かったですし、こことあとキンドレットを継続するかどうかですが、まあ、ゲーム1、非常にいい形で勝てたというところも含めてここのマッチアップは継続のようですね。そのままキンドレットです。さあ戦国ゲーミングはそうなるとミスフォーチュン、そしてスレッシュがゲーム1ではこの流れで見せてきたわけですが、まあ、今回はユーミもいませんし同様なピックでもいいと思いますが、ただミスフォーチュンはちょっと変える可能性はありますね。ここ変えて何を取りますかとなると、今残っているエディキャリーでいうとやはりカリスタであったりというところは、まあ、OP チャンピオン、ティア1のチャンピオンとしてまだ残ってはいますが、まずスレッシュから抑えてきました。エディキャリーの選択は一度保留と、まあ、ただまだいきますか、まあ、安定はしますからね。ここは変えずにミスフォーチュンです。さあデトネーションフォーカスにサードピック、どうでしょう。ゲーム1ではここでユーミを選択していたわけですが、今回はバンです。ここに対してゲン選手が、まあ、単純にカウンターを取るというだけであれば、まあ、ノーチラスなんかは、うん、かなりいいピックなのかなと。スティール選手がキンドレットを取っている分だけサポートのゲン選手がエンゲージ要素を担えるという点でも大きいと思いますが、ブリッツでよりアグレッシブにいきますか。ブリッツクランク6位そうと、まあ、リスクあるピックということをリルベッツさんも言われてましたけれども、ただスレッシュに対するカウンターとしてはかなりいいピックだと思いますね、うん。まあ、ミスフォーチュンにしてもどちらにしてもやはりブリンクがない、さらには柔らかいチャンピオンですから、フックさえしてしまえばフラッシュは確実に落とせると思うんですね。そしてゲンがエンゲージのできるチャンピオンを持ったときはと、パフォーマンスが非常に、昨日からいいということを言われてましたからね、非常に注目となっています。ここまでのところドラフトで気になる点が一つあって、はい、戦国ゲーミングそのラウンド2のところではピリアン選手のピックというところが、まあ、かなり強い、というところを生かして、うん、まあ、ゾーイなんかを先に取っていたんですが、先日のフォーカスミの試合を見た上でボットレーンのピックをかなり優先して取っているので、ピリアン選手がファーストピックフェーズで取れるピック、ピックを取れるという機会が全くなくなってますね。あとはスティール選手のトランドルも含めてですか、はい、それも影響して、まあ、デトネーションフォーカスミーとしてはセカンドバンフェーズでそのピリアンに対してのバンというのを行えるようになってますよね。そうですね、ゾーイ・ビクターという、まあ、厄介なピック、はい、ファーストピックフェーズで取られてもおかしくないピックをここで消せるというのはかなり大きく作用してそうですね。さあ戦国ゲーミングはハイマーディンガーをセカンドバンフェーズバンしてきました。ハイマー消しましたか。嫌ったようですね。ピリアン選手としても対応が難しい、ただかなりソロキルとかできていたので、はい、また開けてくるかなとも思ったんですが、そしてシンドラ、ここは変えません。ただジグスが開きましたね。そうですね、どうでしょう、ハイマーディンガーのそのオブジェクトファイトでの強さというところを警戒しましたか、はい、レーニングというよりもバロンが実際あれだけ速かったのもハイマーディンガーだったからこそというのもありますからね。なるほど。さてデトネーションフォーカスにセカンドピックフェイズ、明かりはそうですね、まあ、リスク高いのでアジール、やはり先出しアンジェのピックをまず用意してと、はい、キンドレッドとの相性も非常にいいんですよね、うん、アジールは。さて戦国ゲーミング、このアジールを受けて、まあ、アジールに対しての攻撃、まあ、今となってはもう本当に今となってはというか、もう昔からですね、うん、オーソドックスなピックになってますね。さあ6位です。ちょっと後期のビルドにも注目したいですね。そうですね、現在ではワナムネに行くビルドがかなり多くなってきてますからね、はい、そしてアパメン選手の安定するピックというところでエイドロックス。さあ今度は戦国ゲーミング、アパメンがエイドロックスを使う番です。ここに対してエビ選手がどのようなカウンターを用意しているかですが、ラストピック、トップのピック、なあ、まあ、ここはラウンド2から継続してということになりますが、今回はブリッツクランクというところでゲン選手のエンゲージも見込めるので、はい、まあ、なのみのエンゲージというわけではないですから、そういった点を考えると、まあ、比較的レーンでのアドバンテージも取れていいピックになっているのかなというところですね、うん。さて両チーム、まあ、ゲーム1を踏まえた上での、まあ、ドラフトというのが展開されましたけれども、いかがでしょう構成。戦国ゲーミングはゲーム1と比べるとより、はい、
自分たちの得意なチャンピオンが取れている、なおかつ集団戦の部分でも強化されているという点。ただ一方でまだそのトランドル VS キンドレッドのマッチアップというのは継続しているので、ここをゲーム1同様に序盤しっかりと乗り切れるのかというところは注目のポイントになると思います。一方のデトネーションフォーカスミーとしてはやはりゲン選手が使うブリッツクランク、ここがどれだけ影響を及ぼせるかですね。本当にそのスキルショット以下では神のサポートにもなれる、一方で何もできないサポートにもなってしまうというところ、二極化しやすいチャンピオンですから、まあ、ゲン選手の立ち回りというところに注目だと思いますね。サポートレーンで今回ゲンが使うのはブリッツクランク、もうこれはスレッシュのカウンターと見ていいんですよね。いいと思いますね。そしてなんですけど、はい、その今までのところでフック系のサポートを両者同時に使うというところが、まあ、ラウンド3から始まってきて今回で初になりますかね。あ、確かに一方がフック系を使う場合は一方が受けるチャンピオン、タリックであったりブラムであったりというところ、あとはユーミであったりといったところを使う機会が、まあ、ラウンド3から多かったんですが、ここで初めてバチバチの殴り合いになると。ボットレーンが主戦場になりますか、そうなると序盤から。そうですね、特にその、まあ、この2チームであれば余計にですよね。ゆとりむね選手、さらにはイトポン選手が有利を握った方がやはり集団戦でも勝ってますし、ここの勝敗というのはやはり大きく影響しそうですね。まあ、ゲーム1も見てもですよね、そしてドラフトを見てもですが、かなりボットレーンをやはりこのファイナルでは両チーム重要視しているということが伺えますが、その中でのこのサポートのマッチアップとなってますからね。そうですね、あとはアフェリオスのやはり変更というところで序盤は非常に苦しいんですけど、その中盤以降のところで増加の、アーマーペネレーション、物理防御貫通が、はい、脅威に変わったというところで、そこが、まあ、集団戦のところで柔らかいチャンピオンに対してはバーストを出しやすくなっているという点が、まあハイライトのところにもあったクワドラキルにつながっていたかなというふうにも見えましたから、そういった意味でもそのタンク系のチャンピオンが増えた、まあ、エイトロックスだったりトランドレだったりというところが増えたというところが少し変更点なのかなというところでありますね。エイトロックスやトランドレであれば、まあ、その先ほど の, そのアフェリオスの変更というのがよりナーフとして影響してくるんじゃないかということですか。そうですね、そのビルベイザーさんもおっしゃられてましたが、アーマーを60ぐらい積んだタイミングで、ダメージが落ちるというふうにおっしゃられてましたので、まあ、大体そのデスダンスであったり忍者旅を積んでいけば、そこが、まあ、クリアできるのかなというふうな形にはなりますね。まあ、ゲーム1ではアパメン選手、まあ、ジェイス使ってましたからね、まあ、フルエディのビルドに行くことが一般的なジェイスではちょっと耐えきるの難しいですからね。さあそこ見ての、まあ、凄まじいクワドラキルから、まあ、ゲームを一気に決めた、ゲーム1でしたけれども、まあ、そのあたりはやはり先行ゲーミングも修正できているんじゃないかということですか、このゲーム2。そうですね、ただ一方でその、はい、フォーカスミーとしてはやはりユーミが今回はバーンされてしまったので、課題となっている睨み合いオブジェクト周りの戦闘というところで、ユーミのヒールなしでどれだけ戦えるのか、ここが重要になってくると思いますね。やはり課題となっている部分ですよね、デトネーションフォーカスミーの。そうですね、はい、そのあたり注目して見ていきましょう。それでは、ゲームの準備ができているので見ていきましょう。さあ始まりました、 LJL2020 スプリングスプリットファイナルゲーム2、戦国ゲーミング VS デトネーションフォーカスミスタートです。ブリッツクランク、非常に攻撃的なピックがこの試合は見られています。さらにはレベル1のフックというところも非常に強力なチャンピオンなので、まあ、インベイドちょっと狙うかなとも思ったんですが、ここも警戒して全体的に広がるスタートになってますね。そして戦国ゲーミングの方もこのレベル1で大きなアクションが取らないようですね。まあ、お互いその序盤からガツガツいく構成というよりは、まあ、やはりパースパイクを迎えてからの集団戦が基本ですからね。そしてフィリアン選手、フリーソフトワークではリーサルテンポではなく解放の魔導書というところで、かなりユーティリティによった選択にしてますね。これどういった狙いありそうですか。まあ、そのセロス選手のアジール相手に連のところ、フリーソフトワークのサスティングがなくても耐えられる、さらにはここ魔法のブーツも選択しているということを考えると、ゴールド的なアドバンテージを握りたいというのも一つ視野に入れてそうですね。さあお互いのジャングラーのスタート位置まずは確認していきますが、その前に AI 勝利予想では50-50、わ50-50、
もう全く差がないと差がないということなんですね。まあ、お互い相当集団戦の構成、さらに相当強い構成が取れてますから、どちらが処理するのかかなり難しいポイントにはなってますね。ここからまあこの勝敗予想がどのように動いていくかというのも注目して見ていきたいですね。さてジャンクラのスタート位置はゲーム1と同様にお互いにレッドバックからのスタートですね。そうですね、そこからスティール選手としてはボットサイドすぐさま、ローテーションしていってブルーバフを勝ってボットレーンのカバーというのも一つ見ながらのジャングリングになってますね。同タイミングでのレベル2、ただこのタイミングはやはり後期有利が取れます。そしてボットレーンはまず押し上げている。ゲームは復のチャンスを伺っています。ただピリアン選手としてもこのマッチアップかなり自信があるようですね。その体力のを高く保つためにクッキーの選択だったりフリートットワークの選択してないですからね。そしてこのタイミングはトップレーンからスタートしたスティールが一方的に寄れるタイミングです。さあ陣取ったボットレーン、そしてウェーブが少し押す状況です。ゲンがプッシュを取ったサイドから出てくる絶望の鎖、エンティディセンゲージ、死の宣告のフッカーサイドステップスティール避けました。そのまま1キル、ファーストブラッドはデトネーションフォーカスミ、さらにはゲンのフックでフラッシュゆとり回しのフラッシュが落ちました。ここはもう相手のスタート、さらにはジャングルルートというのが全く読めていなかったと。とただブランクブッシュで待機、スティールと出会います。ダメージトレードが行われ、体力有利を作ったのはブランクです。まあ、ボットレーンでやはり人数の有利がデトネーションフォーカスミサイドにありますから、ここは無理はできないというところですね。そしてギフトスカトルのコントロールはゲンを寄せながら行いました。ただマークはトップレーンサイドにありますから、ここ急いでブランク選手としては抑えたいですね。まずはファーストブラッドのリプレイです。このゲン選手がブッシュに入った動きに対しても全く反応してないですから、スティール選手の位置というのは予想できていなかったようですね。さあブランク、マークがついたトップサイドのリフトスカトルのコントロール、これはミッドレーン主導権が取れているのでしっかりと抑えることに成功します。エビ選手も寄っていましたが無理はしませんでしたね。まずはスティールがボットへワンガンク決めたという立ち上がりになります。これでボットレーンサイドのアドバンテージ、さらにはレーンの主導権というのをユタポン選手が抑えやすくなりましたし、なんといってもブリッツクランクがレーンの主導権を取ると前に出れないですからね。ゆとりもやしのフラッシュがないというのもかなり影響してきそうですよね。まあ、CS の取りやすさというところにも影響してきますからね。剣のフックには気をつけなくてはいけません。今現在はミッドレーンの主導権、はい、というところを生かしてピリアン選手がボットレーンサイドに消えることで2人を下がらせてウェブのコントロールを取ってますが、ここがイーブンになってくるとかなり苦しくなってくると思いますね。さあミッドレーンではかなりアイテムの選択に差が出ています。ピリアンはカルを購入、対してセロスは2つ目のドランリング。いやこれ本当にちょっとピリアン選手としてはセロス選手相手のアジールファームしきれるよという意思表示ですよね、はい、かなり強気リスクがある選択ではありますよねこれ。そうですね、まあ、今のところなんかも、はい、おっとスピード上げて当てた、ゆとり当てた、ただここからおっと乗ったこのタイミング待っていたよとゲンのノックアップ敵だ、逃がしません。これでもうドラゴンのコントロールは確実ですね。いや素晴らしい、タイミング少しでもずれればフランダで逃げられてましたからね、まあ、逃げられてましたね。そのまま運転ドレイクのコントロールができそうです。デトネーションフォーカスミ、まあこれがスレッシュ見てから選択した理由でしょう。まあ、ゲン選手しっかりと勝ち切れるという自信、それをしっかりと遂行できてますね。さあマウンテンドレイクを抑えてデトネーションフォーカスミ、これ以上ない立ち上がりといるんじゃないですか。そうですね、しかもミッドレーンのビルド状況を考えるとパッケージがない時間帯ではピリアン選手この時間帯影響力を出すことはもう不可能ですから、うん、サロス強気に前に出ます。お互いレベル6アルティメットを習得しています。このビルドに対してサロス選手はドランズリング追加購入してますからね。先ほどのシーンのリプレイ、結構完璧ですね。本当に見てからしっかりとノックアップ入れてますから、アタックスピード速くないですからブリッツクランク難しいんですけど、そしてゲン選手としてはモビリティブーツを履いてミッドレーンのこのピリアン選手のビルドに対してマットをかけようとしてますね。
ミッドレンに寄ってきている。スティールも近くにいるぞ。さあスティール位置見えました。テレポートをセロス合わせている。ここでゲンが姿を出します。バルキューレまたしてもまたしてもノックアップでその動き止めた。合わせてセロスの1キルだ。いやもうゲン選手のブリッツクランク止まりませんね。いやピリアンとしては逃げられる算段があったでしょう。しかしそれを止めた。フラッシュ先でノックアップを受けてしまって、ここはスティール選手も寄せて、さらにはテレポートからセロス選手も合わせられるタイミングで、いやこれ避けられません。ノックアップ入ってますから。そうですね、オータタクモーション入ってましたからね。さあこうなるとゲン止まらないぞ。フックはかわした。エンティを狙ったこのフック、これはなんとか避けましたが、いやちょっとフックが打たれるたびに目が離せないですね。これでもうボットレーンの主導権を生かしてゲン選手がマップを縦横無尽に駆け巡りますから、そこをなんとか止めないといけないというところでブランク選手寄ってますね。まずは視界をエンティが抑えに行きます。ただこれだけエンティ選手が強気に来るとなると、やはりブランク選手が近くにいるというところが予想できますから。ただゲン、いや行きますか。それた前に出た。ただここはフレーから手前に寄せて、そしてフック、ゲンの動きをまずは止め、後ろからバレットタイム、追撃を図っていくのはゆとりまし。ここはユタポンが前に出て1キルを取ることには成功しましたが、ここは1-1トレード、結果は2-1。全国ゲーミングがトレード有利取りました。ここはちょっと、エンティ選手の動きから察知したかったですかね。ただスティール選手も同様にカバーで向かってはいたので間に合うという判断だったようですが、少し無理をした形になりましたね。ここは戦国ゲーミングとしても願ってもない結果となりましたね。さあただもう一度ゲンが復活からミッドレーン姿を出してノックアップ、皇帝の分差レーンも入っている。これは逃げ道ない。ミッドレーンにもロームを決めますゲン。もう本当に全ての場所に入っていきますね。残る場所トップレーンだけですけど、トップレーンでは 1v1 継続していますが、おっとそしてここも面白いぞ。スティールが待っている。その先にゆとりもやしがいる。ここはただランタン、フックを見てスティール一度引きます。これで大回りしてボットレーンに戻らなければいけませんから、ファームを捨てることになりますね。いやもう戻れないという判断でミッドレーンのカバーに向かいますか。こうなるとタワープレートのゴールドがユタポンに集まりますよ。それだけではなくもう2ウェブ分先行ゲーミングとしてはロストすることになりますから、これ経験値のロスが凄まじいことになりますね。いやもうそのまま流れでヘラルド行きますか。オブジェクトのトレードという風な選択にはなりますが、ただこれはフォーカスミが優先権を持って誘わさせたと言うべきでしょうね。ヘラルドは戦国ゲーミング獲得。ただユタポン、アフェリオスにゴールドが集まっています。さあそのままトップレーンにスワップの判断、ゆとりもやしとそしてエンティ、アパメンはリコールしてこれはボットレーンに行くということですか。どうやらそのようですね。ただそうなると次のドレイクはフォーカスミのサイドに優勢権回ってきそうですね。インファーナルドレイクです。ネクストドレイク、さらにはこのトップレーンもゲンがカバーできているので仕掛けられないですよね。仕掛けられないと思いますね。エビ選手もしっかりと引いてますし、このタイミングはゲンがリコールを入れているので仕掛けられるタイミングではありますが、ボットレーンのまずタワーが割れますか。いやこれユタポンのゴールドが個人金額相当なものになっていると思いますね。そしてトップレーンではスティールもカバー、ゲンもリコールを終えて戻ってきています。結局このダイブを観光するにあたって、はい、のトランドルだと、まあ、アーマーを下げて耐久力を下げることは可能ではあるんですが、ハード CC がスレッシュにしかないというところでかなり当てづらい不確定な要素になってしまっていると。強引に行くことは不可能でしたね。そして気になるゴールド、個人獲得ゴールド出てますが、 AD キャリーの間で1400ゴールド、 BF ソード1本分の差がほぼついていると。もう十分な差がつけられていると思いますね。いやもうインフィニティエッジに対してオーハンマー、いやちょっとゲーム1の記憶が蘇りますね。そうですね、またしてもあのバーストが出てくるんじゃないかというところにはなってきますが、まあ、しかもようやく今、ピリアン選手としてはマナムネが完成したタイミングということもあって、やはり戦えないですね先行ゲーミングは。
ドレイクも獲得、2体目のドレイクも獲得に成功しています。デトネーションフォーカスミー、ここでトレードでリフトヒラルドのプレッシャーを生かしながら、まあ、トップレーンのアウタータワーの CG タワープレートの獲得を狙っていくということにはなっていくと思いますが、ブランクがトップからミッドにかけてかなりプレッシャーをかけにいってはいますが、ここはユタポンが寄れます。ボットのアウタータワーすでに獲得しているという影響がここで出てきています。ただトップサイドに寄ったのを見て、はい、すぐさまミッドレーンにフォーカスを切り替えてミッドレーンのアウタータワーの CG を狙ってますね。戦国ゲーミングも臨機応変に対応できているか。さあミッド、ここでヘラルドを召喚、ブランクも合わせて姿を出す、エンティも寄ってきて、メガナー状態ですよ。エンゲージができるタイミング、デトネーションフォーカスミ、スティールが強気に前に出ます。ここはランタンで回収、エンティエビのメガナーは終わりました。タワープレートはしっかりとピリアン選手が、おっとセロス狙ったが、ここは皇帝の分サレはわずか届かず、ヒールのカマナスペルのヒール行きましたかね。そうですね、ヒールを使っていなければ移動速度が足りずにデッドしていたと思いますね。ゆとり前しフラッシュクールダウンでしたから、狙いとしては非常に面白いシーンでした。ただここで戦後ゲーミングとしても最低限ゴールドの獲得をすることはできました。25分時点あたりで、はい、まあ、後期のトリニティフォースマナムネの完成というのが間に合って、なおかつミスフォーチュンが通過完成できていると、まあ、戦後ゲーミングとしては集団戦を行えるということにはなると思いますが、うん、まあ、ドラゴンの、ポップの時間というところを考えて、そこまで完成していないと4ドレイク取られてしまって苦しい展開になるというふうな予想が立ちますね。間に合うかどうかということなんですね、戦後ゲーミングは。そうですね、ゴールドを集める必要があります、戦国ゲーミング。さあこのタイミングはレンの割り当てとしてはピリアンがトップ、ボットにアパメンを送る形、戦国ゲーミング合わせていくのはデトネーションフォーカスミです。まあ、いかにアジールがサイドレーン出づらいチャンピオンとはいえ、まあ、有利しっかり、チーム全体で築けているミッドレーンのアドバンテージがやはりユタポン選手に圧倒的にありますから、先にローテーションできる色を合わせてフォーカスミンの方がマップ全体の主導権握れてますね。ヘラルドアップまで2分を切ったこのタイミングはデトネーションフォーカスミンが先を取って動いています。ただユタポン選手が絡んでくると、おっとゲンガスピードを上げた、狙っていくフラッシュイン、いやただこれはゆとり目足読み勝ちしましたね。そうですね、そこに打ってくるという判断でサイドステップでかわしてます。ここはありがたいでしょうね、次のヘラルドのさらにはドレイクの集団戦のところでゲン選手のフラッシュインからの強引なエンゲージというのがないわけですから。そしてこの試合のタワープレートゴールド出ています。ミッドレーンでインナータワー、アウタータワーのところ4枚剥がせていると、リフトヘラルドが取れたことがしっかりと影響できてますね。おっとミッドレーンでの集団戦、バレットタイムに対してはゲンのストップウォッチ、サスティールが横から入ってくる、フックはこれは当たりません。お互いのデッド 3V3 の構図でした。少しずつですが戦後ゲーミングサイドが相手のエンゲージに必要な要素をフラッシュだったりストップウォッチだったりというところを削っていっているという構図にはなってますね。こういった積み重ねによってゲーム時間を伸ばしていくというのが狙いになってますから、かなりいい動きにはなっていると思いますね。さあそんな中オブジェクトで言えばクラウドドレイクが1分でアップ、ヘラルドは30秒切っていますが、どうなんでしょう、デトネーションフォーカスミーとしてはやはりこのクラウドドレイクを抑えて3ドレイク ドラゴンソウルのプレッシャーというのを考えますか。考えていると思います。その方が一番ゲーム畳みやすい、まあ、さらにはエルダードラゴンが湧く時間というのも早めることができますし、そこは狙っていくと思いますね。さあセロスをトップレーンから離してやはり合流させていくというような狙いになっています。後期のパッケージタイミングでもあるので最低でもどちらかは取りたいというのが戦後ゲーミングの判断ですか。おっとただ先にもうエリストヘラルドを取ってしまって、これ両方抑えようという判断ですか。まだ湧いてないですからね、ネクストクラウドドレイク。戦後ゲーミングとしてはその間にドラゴンマルの視界をクリアにした上で後期のパッケージのプレッシャーを使いながらドレイクを狩る時間というのを遅らせていきたいという狙いに見えますね。おっとピリアンかなりリスクある動きだが、これランタンで作っています。ラッシュの判断、ピリアンがゾーニングをしています。視界を確認、まだ寄れていない。ミッドにヘラルドを召喚、ここはどうだ、パッケージピリアンゾーニング、エビをゾーニングです。デトネーションフォーカスミは切り替えました、ミッドのアウタータワーです。そのまま破壊に成功、位置が入れ替わるような形になっています。これヘラルドがまだありますからね。タックルが入るか、
入りました。ウニョもしっかり来てますから、これ割り切りますよ。インナータワー破壊に成功、デトネーションフォーカスミーです。フォーカスミーとしても無理に、4ドレイク目狙っていくのではなく、ここミッドレーンのインナータワーまで支持することで確実にゴールドのアドバンテージを作りにかかりましたね。まあ、あれだけ視界が取られているとリスクの方が高いですから、ここは無難な選択が取れたと思いますね。さあ、これで一気にミッドのタワー状況有利を作りました。デトネーションフォーカスミー、ここからの視界コントロールという面でもかなり有利が取れそうですね。そうですね、そろそろイタポン選手としてもビルドがまたしても2コア、ハリケーンのところまで揃っていくと思いますし、さらにはバロンタイミングまで残り3分切っているという状況ですから、まあ、後期のビルド、未装置のビルドが揃うまでに一気にゲームを決めきる判断というのもできると思いますね。どうでしょう、対して戦国ゲーミング、ピリアンはまだマナムネ、そしてトリニティフォースというところは完成してないですが、やはりここが完成しないと戦っていけないと苦しいと思いますね。もう少し時間が欲しい戦国ゲーミングとしては、まあ、視界のコントロール、トップサイドをまず行って時間を伸ばしていこうかという動きです。ブランクス、そしてエンティの動き、ここはキルを狙いに行くというよりもやはりビラン選手に安定してファームをさせるという狙いだと思います。トップサイド視界は完全に戦国ゲーミング取りました。この時間帯はどちらもオブジェクトが湧いていない時間帯ですし、まあ、無理はしないと思います。フォーカスミーの狙いとしてはやはりトップレーンのアウタータワーが残っているという状況がありますから、ミッドレーンをプッシュしてトップレーンのアウタータワーの支持というのが一番狙いやすいというふうな状況にはなってますね。対してデトネーションフォーカスミーはミッド周りの視界をかなり重点的に取ってますね。そうですね、そこからトップレーンへの流れというのを作るためですね、戦後ゲーミングはそれを予知してトップレーンサイドの視界をコントロールはしましたが、まあ、ただここに対してプレッシャーをかけ返すのはちょっと難しいかなというような状況にはなってますね。弦のフックというのもこうなってくるとかなりプレッシャーありそうです。幸いクラウドリフトですから、まあ、壁が増えたり物資が増えたりということはないですが、トピリアン怖いぞ。ただここは弦フック打ちませんでした。ダメージを出すユタポン選手が遠いですからね。さらにはブランクもカバーできる位置だったか。スティールが強気にピリアンに入っていく。ここでユタポン選手がトップレーンサイド合流できますから強気に入っていけると。ここはスマイトを使って抑えますブランク。ただゾーニングをしてトップのアウタータワーはデトネーションフォーカスミー獲得です。ここは綺麗な流れですね。ボットレーンのワンブレアのところでもエビ選手しっかりと主導権取ってプッシュウェーブを常に作り続けられてますし、このままバロン、そして次のネクストドレイクというところにプレッシャーをかけられますね。戦国ゲーミングはピリアンのトリニティフォースは完成しています。あとはスタックを貯めてということですか。そうですね、これが村の罠まで進化できると、はい、一気にピリアン選手の集団戦でのプレッシャーというのが加速していきますね。おっと、ただ今一瞬出たのは出ましたね。 AI の勝利予想ではもうこの段階で 80% デトネーションフォーカスミーウィンです。まあフォーカスミーの構成もやはりレートゲーム構成非常に強い構成で、なおかつこの時点で3000ゴールドのエリアが作れているというところを評価してたと思いますね。いかに戦後ゲーミングが強いとはいえ、やはり現状を考えるとフォーカスミーが圧倒的に有利なのは間違いないですからね。ここまでの大差がここまで生まれているということのようですね。さあ1分を切ったクラウドドレイク、ここからはゲン選手の動きが重要になってきますね。グローリーも完成しましたし、2ラメのところでそこを一気に崩せるか。おったらスティールがノックアップ、危ないぞ。援護の2人呼び戻される。さあバレットタイム、これは慌てて羊の執行猶予、アルティメットを使わせた。いや、ここでギリギリ戻されてしまいましたが、ここでユーミがいれば回復できるんですが今回はいません。エルスのアドバンテージ作りましたから、ドラゴン戦有利になったのは先行ゲーミングですね。スティールはリコールから戻るまで時間があります。まずはミッドを押し上げていくのは先行ゲーミング。さらには人数有利を生かしてピリアン選手がパッケージ、さらにはアルティメットによるポークでどん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 有利作ってきますね。先にポジションを取れました先行ゲーミング。さあ集団戦狙った、フック当たったぞ。ここに特注品飛び込んでいくのはピリアン、
さあただアバメンの体力はかなり低い状況、それを狙ってセロスの後手に分され、ただアバメンフラッシュアウト間に合った。しかしユタボンが後ろからダメージを出していって、まずはキャリーであるユトリマッシュを落としている。ただアバメンここに来て非常に強い、まず1人、そしてピリアン裏に回ってスティール打ち取っている。ランタンで回収して残るはアバメンが暴れるだけだ。ユタボンにノックアップ、そしてフレイはヒットする。ユタボンダウン、戦国ゲーミング、ここで集団戦制したか。なんとか1キル返したものの計4キル獲得、4にトレード。戦国ゲーミングはこの時間帯で勝ち切りましたね。やはり後期がトリニティフォース、そして村々完成してからの集団戦でのプレッシャーというのは相当大きかったですね。そしてブランク選手、 SKT のエモート出しますね、はい、この集団戦はうまくやったぞという自信が伺えるようなエモートですね。ピラーとそしてアルティメットによる影響力凄まじかったですからね。クラウドドレイク獲得、これで2つ目、ドラゴンの数イーブンに戻しました。さらにはこの集団戦で多くのゴールドを獲得したと思いますから、はい、自身のビルドの進みというのも加速していきますね。グローバルゴールドも1000ゴールドの有利デトネーションフォーカスになってますからね、かなり狭まっている、縮められましたね。さあただ依然グローバルゴールド有利はデトネーションフォーカスミが作っています。ただやはりちょっとピリアン選手の動きを止めないとというような状況ではありましたね、はい。ただパッケージが今の時間帯は全くない状況ですから、はい、この時間帯プレッシャーをかければいいというところでラッシュの判断ですね。ここはアウトリンケット、戦国ゲーミング視界を取って触っていることを把握しました。さあただゲンガゾーニング、さらにはセロスがそこに対して高低の分され打っていく。ただ体力セロスが捕まった、フックから1キル獲得戦国ゲーミング、さらには浮いたゲンも捉えているのは戦国ゲーミング。ただその間にデトネーションフォーカスミがバロンの獲得は成功させています。2キル獲得は戦国ゲーミング、バロン獲得はデトネーションフォーカスミ。このトレードはそうですね、デトネーションフォーカスミーがインナータワーを全て破壊することができればアドバンテージを握ったと言えると思いますね。さあまずは戦国ゲーミング、人数有利を生かしのミッドのインナータワーの破壊を成功させます。さらにはトップのアウトタワーまで取っていきたいというような狙いになっていると思います。ピーリアンが一人でトップ押し上げていますね。ですからソロス選手上がったタイミングで、ボットレーンのインナータワーであったりといったところも狙っていきたいですね。やはりエンティ選手のフックからでしたね。そしてパッケージによる分断で一気にフォーカスミとしては中南戦の戦況を保つことができなくなったというところでありました。セロス選手のビドリマス選手を捕まえた判断も良かったんですが、やはり後ろから入ってくるピリアン選手、さらにはアパメン選手のフロントラインというところに対してリタポン選手が無力でしたね。さあバロンを獲得したのはデトネーションフォーカスミーですが、どうなんでしょうこの状況。やだ、まだ依然としてデトネーションフォーカスミーの方が有利ですか。いや今の状況だともうイーブンに戻ったと言っていいと思いますね。勝率予想で言えば 50%50% だと、僕はそうします。さあこの時間デトネーションフォーカスミーがインナータワーを全て獲得できればこのバロンは価値のあるものとなりますが、どうでしょうか。残っているインナータワートップとボット、まずはボットのインナータワーを狙いに行きます。カバーしているのはアパメン、ここでゲンがスピードを上げてアパメンに狙いを定めたが、これはうまい、壁際に体を寄せてアパメン避けました。そしてこの動きに対してブランク選手はトップレーン、セロス選手を見ていますが、インナータワーの破壊には成功しました。いやただこれはもう行かないと、ブランク姿を出してセロスを狙う。セロスはピリアンに対してダメージを返していく、タワー下に追いやったが、どうだ、タワーのダメージはブランクが持っています。セロスここはストップウォッチを使用して時間を作る、倒されません。セロス、さらにはこれ2人いませんからね。さあピリアンがリコールができないが、ここはなんとかセロスを打ち取ることには成功。ただボットレーンが大変なことになっているぞ。一度引きます、デトネーションフォーカスミー。ここはピリアン選手が冷静に対応したことによって時間を作りましたね。レッドチームのタワーが破壊されました。ただ下がったように見せかけて狙っていますね。視界はないがちょっと見えましたか。おっとこれは囲まれてるぞ。さあエンティが裏に回って、まずはゲン、そしてエビを見つけてゆとり回しも合わせられそうだ。ただここはブラストコーンからゲンが距離を取っている。戦国ゲーミングテレポートを使って、ただちょっと狙いがぶれているか。ゲンのフックミトレマヨシに当たりました。ここは切るまでつながりますが、エビはどうだ、逃げられるか。追っているのはブランク、そしてピリアン。さあただリコールから戻ってきたスティールは一
出場執行猶予があるので救うことに成功しました。ただですよね、この時間帯アルティメットがない、さらにはイエン選手が落ちているということを考えるとドレイクはフリーで渡すことになりそうですね。ネクストクラウドドレイクは40秒、いやアップしてもアップまで40秒ですね。そうですね。さあどうなるか、ここは先に戦国ゲーミングがポジションを取っています。デトネーションフォーカスミーはエビをまずトップ、テレポートがアップはしていますが、集団戦を考えるか、アルティメットのクールダウン、まあ、特に重要なのはスティールの羊の執行猶予でしょうか。ん、月光の祈り、ここはフラッシュで対応ピリアン、アルティメットとフラッシュのトレードになりました。これはただフォーカスミーの方が有利なトレードですね。さあそしてこのタイミングでドラゴンがアップします。ただテレポート、デトネーションフォーカスミー、エビの強気な位置のテレポート、メガナーになる、フッ素ゲージ溜まった、メガナーなった、皇帝のブルザレーからスタンを合わせてバレットタイム合わせたが、ゲンが1キル、さあこのまま前に出ていけるのはデトネーションフォーカスミーでしょう。スティールいい位置からゆとり回しを追っている、そのままダウンだ、計5キル獲得、エース獲得はデトネーションフォーカスミー、エビのテレポートから、さらにはセロス選手の皇帝のブルザレーも綺麗に決まりましたね。これはもうエース取りましたからね、エンドゲームまで見えるでしょうね。ミッドからいきます。まずはインヒビター、タワー、そしてインヒビター、デスタイマーは早くて10秒ブランク、これはゲームエンドいけるでしょうね。デトネーションフォーカスミーいけるでしょうね。さあデトネーションフォーカスミーが一気にこのゲーム2も取って優勝まで王手ということになりました。試合はちょっとゲン選手のプリッツクランクが、やはり序盤しっかりと支えた上でゼロス選手そしてエビ選手の集団戦の作り方というところで最後の集団戦見事でしたね。いや本当に、まあ、スレッシュを見て何を出すのかなって弓バーンされてるし何を出すのかなというふうな、感じだったんですけれども、プリッツクランク、いや見せてくれましたね。一方でその戦国ゲーミングとしては、うん、まあ、中盤のところで盛り返しはしたものの最後の集団戦のところで詰めを誤ってしまった。特にちょっとそのピリアン選手が浮いた立ち位置を取ることがかなり多かったなという印象はありましたね、まあ、ゲン選手によるガンクも何度も受けてしまいましたし、はい、ゲーム序盤のコントロールを完璧に失ってしまったというところ起点にされてしまっていましたよね。そこがちょっと気がかりかなというポイントではありましたね。あのビルドの選択というのもなかなか不思議だなというふうにも思ったんですけれども、いかがでしょう。その本来であればそのフリートフットワークであったり、はい、まあ、オーバーヒールなんかを選択して序盤を耐えてそして自分のビルドが完成する時間までをしのぐというふうなことを選択するプレイヤーが多い中で、ちょっとあれだけなんでしょうね、増長卓を取ってしまったというところをもろに疲れたという形にはなりましたよね。本来有利である時間帯のはずなのに、いや、まあ、レーニングで耐えられるはずということですね。そうですね、その不利な時間でもそちらを選択していればもっと耐えやすかったのではないかなというふうな状況ではあったので、ここちょっとそのルーの選択だったりというところを変えてくる可能性というのはありますね。そんな中、まあ、デトネーションフォーカスミーがトントンと、まあ、ゲームはゲーム2と、まあ、立て続けに取ってですよ。ちょっとゲーム3どうでしょう。戦国ゲーミングサイド選択権ありますけれども、どうでしょうね。そのレッドサイドの選択というのも少し視野に入れてもいいのかなと。あとは、はい、やはりボットレーンのレーニングというところで、はい、まあ、ミスフォーチュンをここまで選択してはいるもののそこがうまくいっていない、なおかつアフェリオス、さらにはゲン選手の使うチャンピオンに思うように動かれてしまっているというところをどう改善してくるのかというところが注目のポイントになっていくと思いますね。ちょっとバンから変えてくる可能性もあるということですか。あると思いますね。なるほど。さあそのあたりも注目してゲーム3見ていきたいと思います。それではインターバルに一旦移らさせていただきます。少し押す状況です。ゲンがプッシュを取った、サイドから出てくる絶望の2人、エンティディセンゲージ、死の宣告のフックはサイドステップスティール避けました。そのまま1キル、ファーストブラッドはデトネーションフォーカスミー。そうですね、まあ、今のところなんかも、はい、おっとスピードを上げて当てた、ゆとりに当てた、ただここからおっと乗った、このタイミング待っていたよとゲンのノックアップ。スティールも近くにいるぞ。さあスティール位置見えました、テレポートをセロス合わせている、ここでゲンが姿を出します。バルキューレまたしてもまたしてもノックアップでその動き止めた、合わせてセロスの1キルだ。ゲンいや、行きますかそれ。た
前に出た。ただここはフレイから手前に寄って、そしてフック剣の動きをまずは止め、後ろからパレットタイム追撃を図っていくのはゆとりまし。ここはユタポンが前に出て1キルを取ることには成功しましたが、ここは1-1トレード、結果は2-1。どんどん有利作ってきますね。先にポジションを取れました戦国ゲーミング。左集団戦狙った、フック当たったぞ。ここに特区中品飛び込んでいくのはペリアン。さあただアパメンの体力はかなり低い状況、それを狙ってセロスの工程でぶつかれ、ただアパメンフラッシュアウト間に合った。しかしユタボンが後ろからダメージを出していって、まずはキャリーであるユトリマシを落としている。ただアパメンここに来て非常に強い、まず1人、そしてペリアン裏に回ってスティール打ち取っている。ランタンで回収して、残るはアパメンが暴れるだけだ。ユタボンにノックアップ、そしてフレイはヒットする、ユタボンダウン。戦国ゲーミング、ここで集団戦制したが、なんとか1キル返したものの計4キル獲得、4-2トレード。さあそしてこのタイミングでドラゴンがアップします。ただテレポート、デトネーションフォーカスミ、エビの強気な位置のテレポート、メガナゲージ溜まった、メガナになった。皇帝のブルザレーからスパンを合わせてバレットタイム合わせたが、ゲンが1キル。さあこのまま前に出ていけるのはデトネーションフォーカスミでしょう。スティールいい位置からゆとり回しを追っている、そのままダウンだ。計5キル獲得、エース獲得はデトネーションフォーカスミ。エンドゲームまで見えるでしょうね。ミットからいきます。まずはインヒビタータワー、そしてインヒビター、デスタイマーは早くて10秒ブランク。これはゲームエンドいけるでしょうね。デトネーションフォーカスミいけるでしょうね。さあデトネーションフォーカスミが一気にこのゲーム2も取って優勝まで大手。